どうも、ふうへいです。僕は今なんとウォーデンの村に来てます。で、このウォーデンの村ではなんとウォーデンの能力を持ったアイテムが交換できるんだよね。で、それに必要なのがこの小玉のかけらっていう、まあ、古代都市とかにしかないアイテム。これらですごいいろんなアイテムを交換できるんだけど、これさ、やばいのが今回、小玉のかけら4個で不死のトーテムなんだよね。まあ、つまり、この上の方にあるウォーデンの能力を持ったアイテムたちは、マジで強いアイテムばっかりなんだよね。ということで、今回はね、この世界で、ウォーデンを倒していきたいと思います。もうなんかね、この村人とかが売ってるものとかを見ると、例えばこのスカルク16個で羊毛だったり、あとほら高速スニークとかあるからさ、こいつら下にいるウォーデン倒してほしいんじゃね。いやだからね、ちょっと任せてほしいわ。まあ、ということで、まあ、小玉のかけらっていうのは大体古代都市にしかないんで、今からちょっと古代都市に向かっていきたいと思います。で、あ、ここがね、まあ、ウォーデンの家みたいな感じなのかな。なんかね、すごいいろんな機能があるんだよな。で、ちなみにここからなんと古代都市に行けます。え、なんかでも面白い仕掛けがある。何これ。あー、なんかスカルクセンサーとかを使ったおしゃれなギミックだ。あ、待って待って待って、食べ物とかあるじゃん。あ、ここにクワも入ってるから、これで取っていいってことか。ちょっとまあ、ここまず人参取るか。まあここ村だもんな。いや、ありがてー。いや、だったりなんか、あ、いろんな部屋がマジであるな。これなんか水を張り替えるとかもあるし。あ、すごっ！自動収穫機だな、これ。ネザーボート。いや、あんま用途はわかんないけど。あ、すごいすごいすごい。流れてって、多分、わあ、アイテムが流れてく。こっから流れて、こう、どこ行ってんだ？なんかここに入ってそうじゃない？ほら、ああ、すごい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 。どんどん入ってきてる。あ、溜まってる溜まってる。めっちゃ便利な家じゃん。ウォーデンの村は、普通の村より進んでます。あ、ネザーゲートもあるわ。まあ、この家は、まあ、後ほどね、たくさん探索するとして、じゃあまず、古代都市に行こうか。なんか二つの行き方があるっぽい。お、こわ。こっから落ちるか、トロッコで行くか。ちょっとじゃあ、行きは落ちてみるか。じゃあ行ってきまーす。これでもさ、古代都市だからめっちゃ地下に落ちるんじゃない？うわー、すげー！めっちゃ落ちてきた。あ、ベッドがある。やばいやばいやばい。だから俺は今からなんと始まったばかりだけど、小玉のかけらを取りに行きます。まあ、ちょっとでもあればいいからね。あそこにチェストがある。うわー、でもちゃんとスカルクシュリーカーもあるな。さっきの店に羊毛がたくさん売ってたわけなんだけど、羊毛って実は足音を立てないんだよね。だから自分の下に羊毛を引いて歩けば音が鳴らないと。つまりウォーデンが召喚されないんだよね。だからウォーデンにバレないようにするためにはすごい大事なアイテムなんだけど、これもうチェスト取るとき不可避だよな。でもここ2個あるから、もう1回鳴らしていいから、もう2個取っちゃおう。はい。あー、やばい。うわ、すごい強い。待って、やばい、やばい。うわ、こだまのかけらなかった。1回鳴らしちゃった。ちょっと待って、激ヤバエンチャントゲットしたけど。あー、でもなんかちょっとばらけてるね。器用貧乏のエンチャントって感じがする。いや、ただこれ見て、束縛の呪いついてるわ。うわー、これダメージ軽減4なんだけど、気軽に切れねー。待って、退散しますね。ちょっと1個はゲットしたいな、やっぱ。あ、ある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 。はい、あ、取れる。はい、あ、来たー、小玉のかけら。まあ、2個あるね。まあ、2個でも嬉しいね。そして、おー、これエンチャント強いな。これダメージ増加とパワーどっちもつけられるってことだね。あと、ま、こういうスカルクカタリストとか、スカルクセンサーとかの古代都市のアイテムは意外と必要になりそうなので取っておこう。お、うわ、ダイヤとかある。ま、でも鉄のピッケル持ってないから掘れないんだけどね。それだけやっぱ危険だけど、アイテムとかはやっぱすごいよね、古代都市は。ま、でも最初に行くような場所ではないことは確か。やば！うわー、なんか知らないところになる。あそこか。完全に死角だったね、今。あとは、ここにもあるね。あ、来たー、小玉のかけら。そして、おー、爆発耐性4。これは嬉しい。あとちょっとコンパスとかも取っとこうか。じゃあもうこれ、ダイヤモンドのレギンス履いていいな。そして、あ、そこにもあるね。やばい、危ね。はい。あ、意外と小玉のかけらってないもんなんだな。あ、あるあるある。あ、やっべ、やばい、これはまずい。あ、これまずいな。あと1回でも食らったら、来る。ちょっと待って、これ、もう、出口行きます。これ、出口どこだ？
あそこの階段やばい、もうブロックが全然ないのでマスカルクとかも使って、はい、あったー、ウォーデンの家に戻るって書いてある、つまりこの先でいいんだな。あぶねー、あ、ちゃんと道になってる、あ、いいわここ、これだったら安全だ。あ、しかもトロッコだ、これで上の方に帰れるっていうことが。じゃあ入ります。え、すごくない？え、ここいいわ。あ、これどんどん上に上がってるね。あ、そして、あ、戻ってきた。で、おー、勝手にここに戻ってくるんだ。え、すごい。これでね、5個手に入ったので、ちょっといろいろ買い物していこうか。って言っても、なんか買えるかな？やっぱ全部たっけーなー。1コダまで買える、この衝撃波のかけらってやつと、なんだこれ？エンシェントパール。まあ、なんかエンダーパールみたいな感じなのかな？を変えたね。ちょっと使ってみよう。じゃ、この衝撃波のかけら。はい。ああ、なくなっちゃった。もしかしてこのエンシェントパールは、あ、これはなくならない。あ、エンダーパールみたいな感じだ。しかも無限に使えるけど、着地したらちょっと盲目になるっていうのと、ちょっと音が響くね。古代都市で使うの怖いかも。さてことで、ちょっと一回じゃあ旅に出るか。じゃあこれから装備を強くするためにサバイバルするか、普通の。そして、ん？なんだこれ？チェストがある。ハッピーボーデンの家らしい。狭いな。はい。え？あ、これハッピーボーデンじゃん。あれ？これね、さっき村人売ってたけど、あ、こんな感じで、多分この村まだ隠されたチェストがたくさんあるね。ラッキー。そしてじゃあ、小玉のかけらも、うー、35個になった。よっしゃ、これで、お、ここにもチェストある。うわー、これサバイバルいってらっしゃいセットじゃん。焼き豚と焼きたら。さらに、あ、これはあそこにいる交換してくれる村人だね。あ、これももらえるんだ。まあだったり、まあ望遠鏡、まあ、うん、まあそんないらないな。ってことで、じゃあこれで旅していくか。まあ、やっぱ少なくともあの古代都市をちょっと胸張って歩けるようにはしたいよな。え、でもちょっと待って、これさ、投げた後のモーション面白いかもしれない。あ、俺が下から出てきてる、これ。ってことは置いといて、じゃあまず村探していくか。お？あれ？村か。あ、村だ！いや、意外と望遠鏡便利だな。よし。ってことで、じゃあまず、このハッピーウォーデン召喚するか。こいつはウォーデンだけど、なんと仲間にできます。あ、チビウォーデンだ！かわいい！で、この小玉のかけらで、えい。たまに失敗するんだ。はい。え、待って。おい、全然仲間になってくれない。ああ、なったー。ちなみにこのハッピーウォーデンの HP 500です。ちなみにこれ俺20ね、 HP。で、いろんなね、能力を持ってるらしいんだけど、ちょ、なんかどんな感じで仲間してくれるんだろう。あ、敵モブしか攻撃しなさそう。でも可愛いな、こう見ると。ちなみに HP が減るとこのハートがどんどんちっちゃくなってくるらしい。さてことで、まあ、でも俺今回ね、食べ物とかも結構持ってるからね。あ、ゴーレムいるじゃん。えい。これさ、俺が攻撃されたら攻撃してくれるとかない？頼む。痛すぎ。あ、攻撃してくれた。あ、優しい。そういうやつか。待て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 。おい、ゴーレム離せ。あぶね、強くない？え、こいつマジで強い。あ、でもちょっとハートちっちゃくなっちゃったかな。あ、座った。かわいい。どうやって回復すんだ？え、あ、小玉のかけらで回復する。ただまあ、小玉のかけら使いすぎたくはないけどね。よし、朝になったんで、え？あ、そう、なんか、このハッピーウォーデンは、時間が経つと小玉のかけらを落とすらしい。いや、本当にだから相棒みたいな感じだね。そしてなんか、染料で染められるとか、どうか。え、すごい！赤いいじゃん。ちょっとじゃあ、これは、あ、薄灰色とかになっちゃうんだ。あー、まあそんな普通みたいな感じだ。ちょっといろんな色にしてみようか。はい。あ、すごい、このハートの色もちゃんと変わるんだね。じゃあ黄色。あ、かわいい。でも俺と言ったらやっぱ黄緑じゃん。だから黄緑も探したいね。うわ、すごい、待って待って、え、とんでもないお花畑あるんだけど。ただまあここには黄緑ないかな。あ、砂漠あったね。確か黄緑の作り方って、このね、サボテンがまず必要なんだよね。あ、いや、びっくりした。焼かなきゃいけないんだ。危ね危ね。で、これが緑の染料だから、あとなんか骨とかをゲットさえすれば、黄緑が作れたはず。ということで、あとなんかピリジャー全焼基地あったな。まあ、いけなくはないと思うけど、まあうちには、ねえ、ウォーデンいるし。さあ、あ、ピラミッドもあるじゃん。そして、ああ、大丈夫か。今、絶対サボテン当たってたよね。あ、で、敵モブは、
俺別に攻撃されなくてもちゃんと攻撃してくれるらしい。うわ強っ、一発っていうか多分ね攻撃力は、金装備もこいつ攻撃力ね限りなくウォーデンに近いわ。あの大将はウォーデンに倒してもらおう。じゃないと多分俺があの不吉な呪いついちゃうかもしんないからね。そしてねこのウォーデンのすごいところはちゃんと痛い衝撃波も覚えてるんだよね。すごい痛い。あー大将いる、助けて。大将そっちにもいる。おダメだった、俺にもついちゃった。まあここのチェストあんま強くないのでちょっとピッケルもないし一回そこにある村に行くか。忘れてた、やべえマジで、すっかり忘れてた今。ちょっと待ってゴーレム、やば待って、ゴーレム倒しちゃダメだ、ゴーレムも襲撃の味方になるんだ。いやもうだからこれ協力してゴーレムと防ぐしかない。俺全然ダイヤモンドのレギンスしかないのに。やべピリザ来た。まあでもここクリアすれば結構俺も強くなれると思うからね。だからこうやってウォーデンと協力し合ってピリザとか倒していくぞ。いけ、うお強え。いやマジでいけなくもない、強力な助っ人がいるから。でちなみに今回はこれ5人あるね。これはねゴーレムにも協力してもらわないといけない。こっから挟み撃ち、待ってビンディケーターだけはまずい。こいつはね一撃でやられかねない俺。そしてあどんどん減ってるってことはもしかして、あゴーレムさん、いやゴーレムもマジで強いからね。でそこにいるね、あこいつ、よしこれで2陣目もクリア。あゴーレム頑張ってくれてる。やばい俺がゴーレム間違えて殴るとウォーデンが攻撃しだしちゃうからね。仲良くしてね2人とも。すごい絵面だなこれ。あラベジャーいるじゃん。てかちょっとあいつは引き寄せる、俺が標的になって残りの2人に倒してもらうしかない。あとは頼んだ、待って、あいいぞいいぞいいぞ、はい、あ強い、これ衝撃は、待って、あこれウォーデンの強さが分かるな今の減り方で。あめっちゃいる、めっちゃ魔女いる、やばい、ちょごめん俺は近づけないかも、やってくれ。あ帰ってきちゃった、あいつらそう、いいぞ、あいつら俺が叩いた方がいい、やっつ、あー一番嫌なこと起きた。よし回復しきったぞ、あとはここの魔女、はいかもせ、あーオッケーいい協力。そして次がラストだね、やばい、あラベジャー2体はねまずいんだよね。まあ、とりあえずあいいそんな感じで俺が全員の標的になればいい。行けウォーデンとゴーレム最強コンビだろお前ら、やばい、エボーカー、もうでもこいつを倒せば配布紙のトーテムゲット、これ心強いね、はいいい、ナイスこれでちょ俺が一回食らう、だからあとは任した、見てー、あーせっかくゲットしたトーテム発動させちゃった、やばいこれまずい、これもあとは任した、この二人で協力すればあいつら余裕でしょ、うわ強っ、うわあと一体、あーぶねあぶね、あとはこいつら、いいよし、あとあいつだけ、うわあ勝ったー、すごっ。まあでも不死のトーテム無駄にしちゃったからあんま強くはなれなかったけど、いってなんで最後の敵、さっきあんなに協力してたのに、いや俺は悲しいが、あーもう本当にギリギリだったんだ。まあ、ただこれではい鉄のツルハシを作れたので、よっしゃ行ってみようか。いやこれねちょっと怖いのがウォーデンがこうスイッチを押してしまうのが怖いので座らせとこう。ここでなんかエンチャント金リンゴとか出せればな。まあ、でも金リンゴとかも十分強いね。他なんかいいのは、あダイヤ嬉しい、おあそこにもピラミッドあるね。いやただあでも洞窟あるからそろそろなんかダイヤをゲットしに行ってもいいんじゃないかな。うおーめちゃ深い。いやまあ本来はダイヤゲットしてから襲撃を起こすっていうのが正しい順番だとは思うけど、まあ今回は襲撃の後にダイヤ取ってるね。いやあここの洞窟たくさんダイヤありそうだな。しかも周りの敵はウォーデンが倒してくれると。あとちょっとラピスラズリとかを持ってこうか、もしかしたら家にエンチャント台とかありそうだしな。えああすげえ、気づいたら倒してる。え待ってえあウォーデン装備着てるこいつ、いって、ちょっと待ってどれぐらい強いんだ、23、えウォーデン装備落ちた、ラッキー、うわー壊れそう、これどれぐらいだ防御力。いやでも鉄と対して変わらないね。いやすごいな、ゾンビがつけてるなんてことあるんだ。あーダイヤあった、これででもあチェストプレートは作れるわ。だから一回これでもう戻ろうか。
さ、これでなんか交換できるかな。いや、まあ、できるやつもあるけど、やっぱ防具欲しいな。これさ、あ、ほら、全然違うわ。エンチャントがついてるから、これ一個でもね、とんでもない強さになれるはず。まあ、一応ダイヤのチェストプレートも作っちゃって、はい。あ、装備的には結構強くなったね。これで、ここら辺探索していこうか。あ、あるね。ほら、こういうチェストとか。まあ、で、こういうところに多分ね、小玉のかけらとかが入っていると思うので、ウォーデンの村をね、くまなく探そう。あった。はい。あー、一個ね。お、隠しチェスト？あ、高速スニーク。まあ、これもまあ、ウォーデン戦う上では大事だな。あ、衝撃波のかけらが、16個入ってた。あ、ちょっと雲いるし、ちょっと放ってみよう。えい。おー、威力はあんま強くないのかな。ただこれね、自動追尾だから絶対に敵に当たるね。あとはやっぱこの家の中とかね、隠されてるアイテム多いんじゃない。この樽とか、あ、意外と入ってるんだ。でも、あ、かまどある。あ、一応ここでサボテン焼いとくか。はい、緑の染料できたね。で、これと白の染料合わせるとできた、黄緑の染料。これでようやくウォーデンを黄緑にできる。いや、でも家の中のいろんなチェスト見てるけど、小玉のかけらは少なそうだな。いや、ただここ金とこあるね。あ、まあ、なので高速スニークとかね。あれ、つけられない。あ、これレギンスなんだ。レベルが足りない。あ、でもエンチャント瓶あったわ。はい、これオッケー。オッケー、高速スニークつけて、まあ、なんで、まあ、この装備でね、まあ、さらに高速スニーク、おー、スニーク早い。これができるようになったことで、古代都市で、いや、さらに集めやすくなったんじゃないかな、小玉のかけらが。ということで、ちょ、また集めてみるか。はい、これで、あー、怖すぎ。あ、待って、これまずいかも。うわー、絶対集んだ、これ。もう開けるしかない。はい。え？おー、エンチャント金リンゴ。でもなんか、反応しない、ラッキー。えい、どうしたわ。いや、だったらもうここダイヤ取って逃げるぞ。はい。お、ここにもあるね。あー、あるある。そして、あ、こっちもあるけど、でも意外とやっぱ少ないな。でも結構見たけど、いや、まだやっぱ防具と交換できるほどは集まってないな。まあ、なんで、え、待って、え、湧いてるわ。うわー、いる。どこだ。やばい、この高速スニークで帰れ。やばー、近くも出てきた。よし、大丈夫そうだ。これでね、一回じゃあ買えるもの買ってこうか。で、今回実はドラゴンの卵とこの小玉のかけら64個交換できるんだよね。まあ、なんで今日もエンドラ倒すか。よし、じゃあこれでなんか交換できねえかな。でもまだね、装備とか交換できないのか。てか、なんかさ、あ、スカルクと小玉のかけらって交換できるんだね。まあ、ただ16個で小玉のかけら1個でしょ。はい。うわ、結構安くないな。いや、ただ待て、エメラルドと金のクワが交換できる。しかもこれ耐久力3ついてるじゃん。だから金のクワだけど壊れないし、めっちゃ早いぞこれ。で、このスカルクはこのシルクタッチってやつがついてないと取れないので、わ、これ襲撃イベントやっといてよかったな。これでさ、あ、これダイヤモンドのクワもあんのか。よし、じゃあこれでこの周りのスカルク集めまくるか。はい。おーおーおー、すごい。え、めっちゃ壊せるし、めっちゃあるじゃんスカルク。あ、やっぱさすがに耐久力ついてても金だから速攻で壊れるな。あ、これだ。ただ今の一掘りで、あ、7個ぐらいゲットできた。あ、だからこれとりあえず1装備ゲットできるまでここら辺のスカルク掘りまくろうかな。あ、でもすごいな、なんかいつも村破壊してんな。ん？あ、ウォードいる。ちょっと黄緑にしてみるか。はい。あー、いいね、かわいい。はい。あー、1スタック溜まった。いや、でも結構エメラルド消費するし、時間もかかったな。やっとこれで1装備ゲットできるわ。どれがいいんだろうな。いや、でもね、全部間違いなく強いんだけど、おそらくこれね、落下軽減とかがついてるブーツ、これ一番使えるんじゃないかな。ということで、はい、つけられたね。で、このウォーデン装備は全部揃えると最強の能力をねゲットできるらしいんで、やっぱ全部揃えたいな。さあ、これでもうエメラルド6個しかないよ。掘りまくって小玉のかけらを残りね、1スタックと17個ゲットしたので、いや、剣もあるし防具もあるんだけど、え、ちょっと待ってこの剣攻撃力やばすぎない？え、プラス 100？ これが小玉のかけら32個でゲットできるらしいんだけど、え、
ほぼいろんなモブ一撃じゃね、まあ、多分ウォーデンとかエンドラとかは一撃じゃないんだけど、あ、最強の剣ゲットしました。で残りじゃあ小玉のかけら49か、なんか買えるかな。でここら辺はスポーンエッグなんだけど、まあ、これはトレーニングダミーっていう、まあ、まあこれだね。これをスポーンさせる。え、こいつってやられることあるんだ。ほら、なかなか倒せないんだけど、やっぱ攻撃力100の剣となると、はい、あ、一撃だ。あと、まあスカルクトーテムってやつは、これは近づいたモブを攻撃する機械みたいなやつをゲットできるんだよね。まあただ、まあ、今回まだ防具が欲しいんでちょっと取っとこうか。さあ、ということで、ちょ、削りすぎたな、マジで。まあ、エンドラ倒しにネザー行くか。あ、でも、あ、醸造台とかもあるから。いや、ワンチャン、耐火のポーションとかあるかも。ブレイズロットある！あー、なるほど。これね、あ、入ってるわ。醸造台にブレイズパウダーを使うからだ。これでもここら辺にさ、エンダーパールとかは、ま、さすがに入ってないか。いやでもこれで要塞行く手間省けたな。あとはじゃあエンダーマンを倒すだけ。まあ、しかもこの剣だったら一撃だからね。ということで、じゃあネザー行こうか。ネザーもなんかちゃんと整備されてんのかな？はい。おー、すげえ！整備されてる！お、そしてチェストもあるね。はい。お、これ耐火じゃん！ラッキー、トーテンも入ってる。あー、これ、村人が売ってたやつじゃん。すごいものがチェストにたくさん入ってる。ちょ、じゃあエンダーチェストにエンチャント本とか入れちゃうかも。そして、あ、耐火のポーション、まあ、そんな秒数長くないけどありがたいな。とトーテムと、そしてこれの能力なんだけど、あ、どうやらリカバリーコンパスが必要らしい。え、待って、あ、これか。あー、これ取れる。あ、取れた。でこれとセットで使うらしいんだけど、もう自分の好きなところに、はい、ポータルを出して、でここにリカバリーコンパスをクリックすることで、この一番最初の扉に帰ってこれると。まあ、簡単に言うとテレポート装置だよね。これめっちゃ便利。よし、じゃあこれでエンダーマン倒しに行ってくるか。お、すげえ、ソウルサンドの上も早いわこれ。あ、ソウルスピードもついてる、ラッキー。わあ、廃要塞あった。これちゃんとやっぱ拠点が近い場所に作られてるのかもしれない。よし、じゃあ宝箱を探していくか。はい、ここ。あ、でも古代の瓦礫とかは嬉しい。ダイヤ装備もね、ネザライト化したいしね。はい。おー、ドロップ増加2。やっぱ廃要塞のチェストもいいな。そして、あ、ピグリンブルートとかは、もう、当たり前のように一撃だけど、あ、なるほど、これ強いけど、耐久力めちゃめちゃ低いね。そして、ちょっと怖いんで、ただ、そうだ、落下軽減ついてたわ。やっぱネザーは、こういう靴、大事だね。で、まあ、チェストとかも覗きつつ、あ、やば！あぶねえ！やめろ！うわ！もう、あんまね、剣を乱用したくないのだが、お前もう、はい、よし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 。これで、下がってきて、ま、ピグリンと交易するっていうのも、いい手だけど、あ、これまずい。これまずい。あ、これまずい。あ、これまずいね。あ、これ言いたい！あ、まずい！ちょ、待って。はい。これちょっと、エンチャント金リング食っちゃおう。これ、火炎耐性もつくから、あぶねー。まあ、小玉のかけらで後で交換できたりもするしね。いや、先に古代都市でゲットしといてよかった。よし、これで、おい、ダイヤこんな入ってるところ見たことない。で、エンチャント金リンゴ帰ってきたんだけど、ただまあネザライトはなかったか。待て、意外と追い詰められてる。いけ、よし、これでちょっと出よう。あ、青森発見。じゃあここでエンダーマンたくさん倒していくか。もちろんこれだと一撃なんだけど、剣が削れすぎちゃうし、まあ、こっちはね、ドロップ増加がついてるので、いや、どっちがいいんだろう。あ、でも結構やっぱドロップ増加落ちるな。お、これで、あ、あと1個だ。まあ、あと1個ってなったら、この剣使って楽に倒すのもありだな。よし、じゃあこれで揃ったんで、帰るか。うわぁ、便利。さあ、ということで、まあ、ちょっとエンドに行く前に、まあ、もう一防具ぐらい欲しいよな。よし、じゃあこれで集めたんで、じゃあチェストプレートとか交換しようかな。はい。お、なんか急にごつくなったな。これでじゃあエンダーアイ作って、エンド行くか。そっちね。お、あっちか。あー、あの村か。じゃあここら辺かな。後ろ？水の中か、これ。あ、ここだ、絶対行きます。はい。あー、ここの下だ。この、じゃあ横ら辺から掘るか。あー、来たー。まあ、でもね、これでエンドラを倒すことで
さっきゲットしたね、エンチャント本とかもつけられるようになるからね。そして見つけたポータル。いやでもこの剣があったらさ、めっちゃ倒すの早いんじゃね。よっしゃ行くか。あ、すごっ。エンドもこんなちゃんとなってんの。よっしゃこれで、まあ、まずは一応エンドクリスタルも破壊するけど、真ん中来たら普通に叩いてみようかってことで、あ、待って真ん中来たわ。行きます。えい。あー、攻撃力やっぱ、待って、半端ねー。ただ、結構回復しちゃってるな。連続で真ん中来てくれたら、あんま壊さなくても倒せるとは思うけど、あ、来たー。おらもう叩きまくれ、連続で。あー、惜しい。ただ、いや、これ、やば、真ん中来たね。でも、エンダーマン倒して、おらあと一発。これもう、エンドクリスタル破壊しなくていいわ。もう、なるべく弓で回復した分を削ってけ。来た！これで終わりだ！くらえ！よーし！いやでも結構剣削れちまったな、これ。ウォーデン戦は怖いけどね。そして、OK、経験値と、あとドラゴンの卵もあるね。まあ、これだけあれば、全部にエンチャントはできるでしょう。そして、あ、もうエンダーマンやめて。よし。また耐久値がどんどん減るんだから。よし、これで。はい、エンドラの卵ゲット。これでじゃあ帰るか。さあこれで小玉のかけら64個ゲットできたので、これあれか、ダイヤモンドのクワ買ってもう掘りまくって全装備交換するか。よし、じゃあ最後これで古代都市に行ってスカルク掘りまくろう。よし、これでミスタック行くか。おオッケー、行ったね。さあじゃあこれで残りのヘルメット、そしてレギンス、いやー、このダイヤモンドのクワすごいね。やっぱ全然壊れないし、集めるのも早かったわ。ということで、剣めっちゃ壊れそう。じゃあ、全部着てみるか。はい。なんと、全部揃うと、こちら、攻撃力上昇3、耐性3、耐火がつくんだよね。これめっちゃ強いよ。だからこれでついに俺は、ウォーデンを倒せるようになったかもしれないね。そして、あ、実はね、このスカルクトーテムってやつ、この村にね、たくさんある、これなんだよね。これね、取れるし、こうやって配置することで、近づいた敵モブを攻撃してくれるんだよね。なんで、じゃあこれも一応持ってこう。そして、よし、ハッピーウォーデンも連れて、一緒に最後、ウォーデンを倒そう。で、ちょっと待てよ。剣が明らかにもう壊れるので、まあ、一応ダメージ増加2のエンチャント本もあるけど、ダイヤ剣を、はい、何本か作っちゃって、ここで、エンチャントで、いろいろね、一番いいやつを試してみよう。火属性、あ、鋭さ3、いいね。これダメージ増加だね。そして、あ、これもだ。これがラスト。はい。あ、てことで、OK、なんかめちゃめちゃ贅沢なことできたな。じゃあ、この剣が壊れたら、こっちの剣を使います。まあ、しかも今、攻撃力上昇してるから強いはず。さあ、じゃあ、すべての準備は整った。行くぞ、ウォーデン。これ、ついてこれるか、ウォーデン。これ、下まで、はい。あ、ついてこれなかったので戻ります。あ、ついてきてた。よかった。よっしゃ、これで、ウォーデン倒すか。じゃ、まず、ここの周りに、このスカルクトーテムを置くと、これで近づいた敵を攻撃してくれるからね。そして、ハッピーウォーデンもいるんで、誰が一番標的にされるんだろう。うわ！うすげえ！衝撃波出してる、めっちゃ！どこ、あ、そこにいるのか。で、あ、衝撃波当ててる。すごい！で、今、標的が映ってるうちに、あ、いいね！標的が俺になった！まずい！ただ、この剣が壊れるまで、うわー！倒したー！ほぼ一撃じゃなかったこれ。俺らで普通に、はい、一発、二発、あ、ちょうど壊れた。さあ、ということで、ちょっと俺は強くなりすぎたっぽいね。じゃあ、あとはこのハッピーウォーデンに任せてみようかな。どう？この1対1。頑張れ！ハッピーウォーデン！いや、でもすごいいい勝負してる。え、体ちっちゃいけど全然負けてないよ。で、はい、衝撃放って。あー、やられたー！絶対許さねえ。俺はこのダイヤ剣で、最後。あー、惜しかったなー。いや、ということで、無事ね、ウォーデンと交換したアイテムで、本物のウォーデンをね、倒すことができました。まあ、でも、スカルク取るだけにめっちゃ村荒らしたから、まあ、次の標的は、俺だろうな。